の以外。あ、それ、はい、クラッチもここ。はい、ワンヤースクラッチのロシアンブルー30枚ください。30ずつ？あ、じゃあこっちだけ30。うん、ネクタイ当たるやつ。はい、全然ゆっくりです。この代わり当たるやつ。これネクタイ20枚、はい、ありがとうございます。はい、ここに住んでるマックの前でお待ちください。あ、こっち。あの、ドアがね、あの、ビーゴン。あ、そんなことじゃなくて、ドアの前で。わかりました。ありがとうございます。どうも皆さん、こんばんは。チャンネルです。今回は、スクラッチの動画でございます。はい、今回はって言いますけど、夏休みはほとんどスクラッチの動画です。はい、今回ですね、まあ、白星の方も、一旦終わりまして、新しいスクラッチということで、ワンニャンスクラッチですね、ロシアンブルーでございます。早速ですね、削っていきたいと思います。はい、ではいきます。1枚目なんですけど、一応ちょっと紙説明しておきましょうか。新しいタイプなので、一応ロシアンブルートリプルマッチということで、この左枠の中を全て削って ABC どれでも横一列に揃った絵柄3つ出れば当たりです。そして1等なんと500万円、2等30万円の3等10万円以下は1万1000円200円となっております。いきますか。まだ夏出してねえからな。いきます。おい、まさかいきなりじゃないっすよね。いきなりじゃないっすよね。いきなりじゃないな。あー、これは横行っちゃダメだな。縦だな。縦に行こう。そしたら行きます。おー、いいじゃないっすか。2等可能性あるね。行きます。ないかないか。ずれっす。ワンニャンスクラッチはね、ちょっとすいません。今回は少ないです。全4回、3回かな ?3 回だけですね。3回だけなんで、できれば、ちょっとね、蚊がいるんですよ、どっかに。蚊がいて、わかんねえな。クソだな、ほんま。はい、2枚目です。いきます。そうなんですよ。できるだけ夏はね、ワンピース尽くしでいきたいなと思ってましてですね、そこの問題があって、ちょっと、うわ、これ、一番最悪やな。最悪やな、これ。はい、ですね、1等の可能性と、3等、そして、5等、まあ、どれが来てもいいですね。1000円と、10万円と500万円ですね。まずは1000円、いきます。そんなもんか。3等、いきます。おぉ、マジ ?1 等ありがとうございます。いきます。これ一番心ないわ。心ない。ほんと心ないわ、これ。心がない。いやー、動物ね、やっぱりね、僕年にね、一回、まあ、あるかないか別としてなんですけど、犬を預かることありまして、で、まあ、猫は預かったことないんですけど、犬はやっぱり人間がつくっていうんで、まあ、そこはすごいあれだな。で、猫は、皆さん知ってる方いらっしゃると思うんですけど、猫はね、家に懐かないです。あ、ごめんなさい。人に懐かなくて家に懐くんですよ。はい。だからそこの部分っていうと、やっぱちょっと違うんかなとか思いながらなんですけど、やっぱ動物もね、僕、飼ってないから分かんなかったんですけど、やっぱりこう、なでなでとかお腹さすってあげたりしたら、まあやっぱこう、口角をね、ギュッてあげる感じで、あ、犬も笑うんやと思ったら、なんか、可愛いなって思いましたね。はい。じゃあ行きましょう。3枚目でございます。行きます。そう、これね、早いんですよね、ちょっと。早いわ。結構早いよ、今回。まあまあまあ、真ん中の列はないか。真ん中の列はないで、じゃあ先削っちゃおうか。これ、微妙な操作できる？そう、このでかい声、微妙な操作できないんですよ。うわぁ、最低だな、これ。いきましょうか。
2頭3頭でございます。いきます。おー、なるほど、2頭こいや。これちなみに2頭は何のマークなんですか。これ何のマークなんですか。 Y って Y って何ですか。これマジで何ほんまに Y って。何か分かる方いらっしゃるので教えていただけたらと思います。もう来るか。もう3枚目だぜ、終わりだぜ。4枚目だぜ、これいきます。この辺かけてよ。おい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 、まあ猫好き、まあ僕は犬好きなので猫がダメっていうわけじゃないんですけど、やっぱ猫好きの方もね、猫好き特有のやっぱ理由はあると思うので、もし今見てる中でいらっしゃれば、まあなんかそういったね、猫はこういうとこがいいんですよみたいな教えていただけたらいいかなと思っております。はい、行きましょう。多分これはないんだわ。なんかちょっと見えてるでしょ、これ。これ違うでしょ、これ多分さ、魚の骨ですね、これ多分、多分ですけど。やべえな、6等か。いきます。とりあえず真ん中、まあもうこれもここも見えない。いきます。いきます。うそーん。そろそろ来るかなと思ったんですけどね、残念です、残念です。これ今回はどこのやつだ。全国か。全国は厳しいよな、なかなか。まあでも今回ね、一応日本で一番1等出してる、銀座、東京の銀座の売り場で買ってますので、まあまあまあ可能性あるんじゃないかと。で、発売日ではないんですけど、ちょっと時期ずらしまして購入してます。結構ね、出る確率は高いと思うんですよね。ああいう大きな売り場ってことは大きい枚数投下されてますから、まあ何枚かある中の、まあ、数枚。これ何枚あるんですか、1等。11枚しかないんですよね。怖えよね。はい、じゃあ行きましょう。1、2、3、4、5枚目ですね。もう1回しか早い。行きます。そうそう、これね、どうなんですかね。絵を削りすぎたら機械が反応しないとかって言われるんですけど、これ多分ね、僕思うんですけど、バーコードじゃないかなと思って、バーコード識別言えばいけそうな気にするんですけどね。実際ちょっとね、削りすぎたことはないのでわからないんですけど、まあそういった一説もありますね。はい、じゃあ行きましょう。3頭、2頭、3頭、4頭ですね。中が集まってる。じゃあ行きます。お座り4頭でしょうね。なんかこんな気した、ほら気した。行きます。おー、ここないな、ここでも、ここない。行きます。猫がだんだん嫌いになる、嫌いになる。いや、ほんまに、ほんまに、ほんまに。いや、でもね、動物好き、結構男性女性でも、まあ犬が好きですよ、猫が好きですよって方いらっしゃると思うんですけど、結構特有の癖というか、僕がこれ勝手に思ってるだけなんですけど、犬好きの方、猫好きの方で、当時、まあ僕が、まあ思ってた、まあ、例えば女性に対して、こういう子って合わないよね。で、こういう子って合うよね。っていう一つ項目が、猫好きな子は絶対に合わないですよ。なんかわかんないですけど。あれ、多分あるんでしょうね、何かが。犬が好きだって子が、じゃあ合うのって言ったらそういうわけでもないんですけど、猫好きっていう子は、なぜか、歴代付き合った彼女で合わなかったんですよね。だから多分あるんでしょうね、性格的なもんというか、ね、猫好きな人ってこういうタイプが多いみたいなのが多分、何個か、何かあるんでしょう、何かしらか。だからそれはちょっとね、僕は合わないなと思いますね。あ、別に、だからって猫好きの方がダメですよっていう話じゃないので、それをね、間違って聞かないようにしてください。別に、そう、僕、視聴者の、特に女性の方に媚びてないですから、そこで言うと、見ていただいてる方も 20% のね、結構高くなってきてるので、すごくありがたいんですけど、ディスったと思わないでください。ただの僕の主観の意見なんで、はい、だからどうのこうのじゃありません。はい、じゃあ行きましょう。6枚目でございます。行きます。でもある、多分ねあると思うんで、僕だから男性の友人で猫好きの方もいらっしゃいますけど、なんかめっちゃ仲いい子で猫好きっていうのはいないっすね。犬を飼ってるやつも少ないんですけど、なんかそういうのはあるかな。はい、はい、行きましょう。じゃあ6頭、1頭、4頭ですね。じゃあまずは6頭、行きます。おー、飽きたかなと思った。違う、思った。え、なんで、ちょっと来ないの今
この前ね、両方でもいいんだけど、行きます。いや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 、どうせ行きます。おい、うまい。そうだ、いやもう今日ダメじゃん、東京ダメじゃん、東京全然ダメじゃん。東京でね、ワンピースクラッチ買いたかったですけどね、あの発売日がないはよかったんですけど。はい、行きましょう。7枚目でございます。行きます。まあでもあの今現状ね、僕のチャンネルとしては視聴者層が男性が8割、女性がまあ大体2割、あり、まあ正確に言うと 7.5、2.5 ぐらいなんですけど、なんかそう、もともとね女性層めちゃくちゃ少なかったんで、すごい、そう思ったらあの何をきっかけにそうなったのかわかんないですけど、急激に増えましたね。これはびっくりしました。いや本当にありがたい話なんですけど。はい、行きましょう。1等、6等、4等だな、6等だな、合ってるな。はい、行きましょう。まずは6等いきます。ここありがとうございます。ここ今もっと早く出してよ、どうせ200円のやったらってね、最近なるんですよね。やっぱりあの固まってますから、当たりは固まってるんで。はい、ありがとうございます。6等200円でございます。来たね来たね。よしよしよし、行きましょう。8枚目ですね。行きます。このペースでも、まあ、ここでねポンポンポンで、この3つポンポンポンってきたらやばいんですけどね、やばいんだけど来ないかな。まあね、なかなか来いっつって来るもんじゃないですかね、このね。ご飯あげる餌箱がなんかうんこに一瞬見えますね。ちょっともう一段あったらうんこでしょ。はい、じゃあ行きましょう。2等と、ごめんなさい、2等を3等を5等ですね。いきます。怖いよね。はい、いきます。はい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 ほんまに、ほんまにや。きついよ、きつい。はい、じゃあ行こう。9枚目でございます。いきます。そろそろ欲しいなぁ。おー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 おお、これもいやー、これ匂いかかすだけのやつじゃん、これ怖いなぁ、怖いなぁ。1等、4等、6等だな。まずは6等いく。おお、4等いく。おお、突然のアルファベットな。これマジで何なんですか、これ何なんですか、唐突に現れるアルファベット何なんですか。いきましょう。これはこう見たら、これあったどれか来ると思うでしょ。甘いよね、マジで甘いよ。宝くじ超えよ、宝くじ。そう、スクラッチ、まあ宝くじもスクラッチですから、あスクラッチも宝くじですから、超えよ、マジで超え、マジで超えよ。はい、じゃあラストです、ラストです。匂いだけね、匂いだけ重ねましたよ、一発目は。はい、まあまああとね合計、これ合わせて、残り3、合わせたら3ですね。残り2回ありますので、ファンジャンも、はい、やっていきたいと思います。いきます、ラスト。なんかね、メダルがそう、前回からなんか削りにくいな。なんでだ、なんでだ、わかんねえよ。行こう。10枚目、最後、1等、2等、3等。うわぁ、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 いきます。にゃんだ、この結果は。